おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber 高野文雄が、今日も行徳は駅前公園から皆様にコミュニケーション上の重要なポイントをお届けいたしますのでどうぞお聞きください。ただ聞いてるだけでですね、コミュニケーションが上達していくはずです。この後同じ内容を英語でもお話しますので、英語のレベルアップにも役立つと思います。今日はですね、9月は26日日曜日、今週はですね、多様性を重んじるダイバーシティについてお話ししてきましたが、今日で終わりにいたします。ダイバーシティ、いろんな人をですね、尊重してですね、いろんな生き方、いろんなあり方を尊重するダイバーシティの考えは非常にいい考えです。俺が主張してですね、世の中からですね弾き出されるより、皆さん OK、 あなたも OK、 みんな OK、 OK という考え方はですね、生き方としては楽です。しかしですね、今日は最後になりますが、多様性を重んじる考えは根なし草になってですね、あなた自身が何にもない空っぽになりますよというお話をしたいと思います。はい、一言で言い切りますとですね、多様性は根なし草、何にもなしの人間になりますよというお話です。はい、どういうことかというのをですね、例を挙げて言った方がいいと思いますよね。いいと思うでしょうね。今日ですね、私がこれ30年続けてる陽明寺式24式太極拳ですが、4、50名の人がですね、毎日同じ型をですね、みんなと同じように、海のイワシの群れ、サンマの群れのように同じようにみんな演じています。さて、もともとですね、これ武術ですから、何のためにやってるかというとですね、いざ暴漢に襲われた時にきちっとかわしてですね、自分を守り、仲間を守り、命を守る、日に日に鍛えて俺は守れるんだという防衛の自信を持ってですね、安らぎのある人生を送るためにやってるわけなんですが、サンマやイワシの踊りではですね、10年やっていようが、30年50年やっていようが、イワシの踊りに過ぎません。もし暴漢に襲われる、ナイフを持った人とかですね、バットを振り回している人に襲われた時にパッパッとかわしてですね、自分の命を守り、仲間を守り、さっと暴漢を抑える能力、これこそは防御術、護身術なんですよね。太極拳、陽明寺式、24式太極拳見てるとですね、みんなして踊ってます。はっきり言ってですね、武術としては何にも価値がないと思います。 4,50 人の中にですね、バッと持った暴漢が現れたらですね、全滅するでしょうね。はい、これはですね、修具見てるだけ、やってるだけ、合わせてるだけというですね、いわばですね、いわば多様性から波及したですね、自分がない、しっかりした目的を常に見つめながらやってないですね、修具の陥るバカさ加減だと私は思います。はい、今日はこの辺にしておきましょう。さようなら。